はい、どうもよしです。今日もクラッシュロワイヤルの動画を上げていきたいと思います。はい、今日はこちらヨッシーの本話からですね。はい、マルチのリプレイ解説になります。はい、こちら、今こんな感じですね。はい、使ったデッキがこちら、スケキンエリゴリのホバ型ですね。ごめんなさい、サムネにあるんですけど、こちら、はい、世界31フィニッシュの方と当たって勝つことができて、しかもなおかつ、ディガポイという、まあ、相性悪いマッチアップに勝つことができたということで、まあ、この方、最後に、はい、やっていきたいと思います。はい、最初は、まあ、ミナシンゴブジャイですね。はい、まあ、これはちょっと、はい、基本的にファイアーボール持ってるので、まあ、一概にこちらが相性いいとは全く言えないですね。もう、相手の、もう攻め方によっては、もう、一発で、折られてしまうので、まあ、そこだけは注意ですね。でここ相手ファイアーボール持ってたんですけど、はい、これちょっとやられちゃいましたね。まあ、だいぶこのゴブジャイの、はい、ダメージ、はい、入れちゃってし、入ってしまったので、もうこれほぼほぼ、はい、終わりですね。はい、まあ、もうこれはもう攻めて、もしダメだったらもう諦めるといった感じですよね。もう結構これも動画で言ってるんですけど、もうスケキンエリゴリはまああんまり考える必要ないですね。はい、もし仮にこう負けたとしても、もう本当にこう気にせず、まあ気楽な気持ちでやってもらえたらいいのかなといった感じですね。はい、まあ、これタワー落とされてしまったんですけど、結構こっち、はい、タワーダメージ入ったので、これは、はい、いい攻めになりましたね。はい、まあ、これもうじき2倍タイムになるので、まず、はい、しっかりと形組んでいって、もうファイアーボールある以上は、まあ、あんまりこうバーバリアン固め出ししないように気をつけないとダメなんですけど、まあ、今回はまあセパレートでやってますね。はい、これ美味しかったのは、ここ相手追い打ちかけてきたとことですね。これはそうですね、ちょっと相手、まあ早まっちゃいましたね、だいぶ。はい、これはラッキーでした。本当に相手もこれちゃんと防衛すれば全然こんな試合にはならなかったと思うんですけど、まあこれはラッキーでしたね。はい、じゃあ次はホグクエイクになります。まあ、今回はテスラということで、もう間違いなくボムタワーよりは全然楽ですね。もう本来だったらもうこの後に形組んでしまっても全然いいですね。もう、はい、これ、はい、形組んでますね。もう相性いいなって思ったら全然こう1倍タイムで形組んでもらっても OK です。仮にこれが刺さんなくても、相手はこれホグで通すしかもう方法がないので、まあ、最悪こっちはまあバーバリアンであったり、まあ、ダクネであったり、まあ、そういったカードがあるので、相手はまあなかなかこれ一発で折るっていうのはすごい難しいと思います。はい、まあこんな感じですね。これはもう、はい、所定ゲーですね、完全に。でしかもこれホバリング砲、ロケット砲士も処理してくれたので、はい、まあもうこの時点でジジイですね。ボムタワーだったらまあ多少ちょっと入りごりの刺さりは悪いんですけど、テスラになるとちょっとさすがに、はい、まあ防衛するのにも無理があるので、はい、これはかなりラッキーでしたね。
でもあと正直こっからもう2つ目のタワーを折ろうとかあんまり考えてないです。もう全然もう 1-0 で逃げ切ればいいのかなといった感じで、もう負け筋を潰してしまえばまあ OK といった感じですね。はい、まあここで相手はナイトホグ出してくるんですけど、まずダメージを抑えて、でこれもし仮に左のタワー落とされそうになったら、まあ無視でもいいです。はい、まあ今回これもうカウンターで思いっきりもうユニット追加してるんですけど、まあ別にしっかり無難に勝ちたいんであれば全然もうユニット追加する必要ないですね。まあ今回これ2個目も折れてしまったんですけど、はい、まあちゃんと勝ちにこだわるんだったら別に今のははい必要ないです。まあ、何回も言うようにこのデッキはそこまでこう真剣にやるっていうデッキではないので、まあ、ある程度こうもう相性がいい以上はもう適当にやってもらってもいいのかなといった感じですね。まあ、もちろん適当にやりすぎてしまうと、まあ、負けてしまう恐れがあるんですけど、まあ、でも何でしょう、本当にこう前の動画でも言ったんですけど、こう気楽にやりたい人がもしいるならば、まあ、このデッキ使うことをお勧めしますね。はい、じゃあ最後ですね。最後はい、2桁フィニッシュのマモサになります。しかもこれちょっと相手ディガっぽいなので、もう間違いなく刺さりは悪いです。しかもボムタワー入っていて、デリバリーあるし、ウッドあるし、まあリトプリあるし、結構これもうほぼほぼちょっともうどうやっても本来通らないですね。はい、まあこれちょっとリトプリ来たんですけど、もう合わせるカードがなかったので、まあ、このように逆サイドイリゴで展開した感じですね。はい、これちょっとバーバリアン、はい、タイミング早すぎましたね。まあなんですけど、ここをしっかりホバリング砲で追い打ちかけてあげて、これダクネはポイズン生きるので、まあ、これちょっとウッドで死んでしまったんですけど、ただこれコウモリが残ってくれたおかげで、このゴブリン、はい、処理して、で結構だダメージ与えてくれることができたので、これは大きかったですね。はい、もうここまで削ってしまうと、もう正直はいもう呪文削りでいいのかなっていう感じですね。まあ、相手はこれディガポイで削ってくるんですけど、もうそうですね、これだけもう差が開けばもう呪文削りでも全然まあ間に合うのかなといった感じですね。まあ、ただ結論本当にギリギリでした。まあ、自分の手札回しもあんまりよろしくなかったのでギリギリだったんですけど、ちゃんと手札回しできれば、まあ、もうこの状況はもうこっちの、はい、勝ちなのかなといった感じですね。まあ、2倍タイムになろうが3倍タイムになろうが、もうこっからダメージ入るってことはまあほぼほぼもうないですね。はい、まあ、なのでもうちゃんと呪文削りしてあげればまあ OK なのかなといった感じになります。はい、これちょっと食らってしまったんですけど、はい、まあ仕方ないですね。もうこっちとしてはもう呪文で削って逃げ切る気満々なんで、まあ、これちょっとチャンピオンサイクルでもう速攻手札回せば、まあおそらくいけたと思うんですけど、ちょっとこれまだ慎重にやってますね。まあせっかくこの相性差でまあこれだけの、まあいい状況に恵まれたので、
まあさすがにちょっとここを落とすわけには、はい、いかないっていう感じでちょっとプレイしてしまっているので、まあプレイがちょっとプレイに何て言うんでしょう、こう大胆さがまあちょっとなくなっちゃってますね。エリゴリデッキは本来こうしっかりプレイするっていうデッキではないので、こういったレイジの入ったデッキは全然大胆でプレイしてもらった方がいいんですけど、ちょっとあんまり、はい、これはよろしくないですね。はい、まあ最後これギリギリでもう呪文で削って終わったんですけど、ただまああんまりよろしくなかったですね。はい、まあすごい汚い勝ち方したんですけど、まあさっきの所定の攻めでもう結構いい感じにダメージが入ったので、まあそれでまあ逃げ切ることができたといった感じですね。はい、まあなのでまあおさらいなんですけど、本来このデッキはあんまりこうしっかり勝ちに行くっていうデッキではないので、もう本当にこう、まあ、何も考えずにもう相性いいデッキだけをもうボコボコにしたいっていうのであれば、全然こちらのデッキ使ってもいいです。はい、まあ、前にも動画で言ったんですけど、インドラ型もあるので、まあ、自分はもうホバリング砲推しなんですけど、まあ、上位の人は、まあ、このホバリング砲の枠をインドラに変えて使ってる人もいたので、まあ、もしよかったらそちらの方もまあ使ってみたらいいのかなといった感じですね。はい、今日の動画は以上になります。また、はい、マルチのリプレイ動画出していきたいと思うので、そちらの方もご視聴よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。